SCP-3301。アイテム番号、SCP-3301。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-3301 は実験に使用している時でなければサイト、19の標準小型収容ロッカー内に保管されます。実験は SCP-3301 の主任眼球者、ベンジャミン、コール博士の認可を得てから行ってください。実験場としては専用の回収がなされたサイト、19西ウィング収納倉庫を使用してください。SCP-3301 を担当する職員は同ゲームのルールと手順に精通している必要があります。詳細な説明はホイ 3301.2 を参照してください。SCP-3301 はクラス9、情報セキュリティ災害に指定されています。SCP-3301 による不屈義影響は財団の情報セキュリティ部門によって研究されています。収容プロトコルへの更新、ホイ 3301.4 で詳述する特別念書の内容を受け、SCP-3301 による実験は全ての職員に対して許可されました。財団従業員福祉プログラムの承認された課外活動として利用できます。説明、SCP-3301 は、掛け金と銀の鍵のついた銀の装飾箱です。箱の上端には以下の文字が印字されています。ザ・ファンデーション、ザ・ファウンデーション。作、クリオゲンスタジオ S。ワンダーテインメント博士参加。箱の中には戦術したタイトルのボードゲームがゲームのために必要なコンポーネントと共に収納されています。付属する説明書に従えば、このゲームは比較的単純なリソース管理型ボードゲームです。箱の中にはリロード式の引き出しがあり、その中にある金の鍵は外箱の正面に設けられた鍵穴にはまります。外箱が閉じた状態で金の鍵を挿入しひねることで、箱の上部がスライドするように開き、白字で、W、が記された紫色の平らなボタンが現れます。マニュアル上で、ワンダー、ボタン、と呼称されるこのボタンを押すことで、SCP-3301 の主要な異常性が発現し、ザ・ファウンデーション、のゲームが開始します。以下の情報は、この異常性のあるボードゲームに関するものです。SCP-3301 の基本的な特性は以下の通りです。装飾箱を開けることで大きさ、形、デザインが異なるいくつかのゲームボードの中から1枚が出てきます。ゲームボードにはそれぞれ大きさ、形、デザインが異なる8つのコマが付属します。各ゲームボードは、形状に関係なく、ボードの中央に小さな銀箱を置くためのスロットを備えています。この箱は、外箱たる銀の装飾箱のより小さな版であり、蓋に、ドロー ONE、と刻印されています。ゲーム中でない場合、あるいはターン外のプレイヤーがこの箱を開けた場合、箱の内部は空に見えます。ターンプレイヤーが箱を開けた場合、1、3枚の無作為に選ばれたカードを排出します。これらのカードはゲーム中でそれぞれ異なる機能を持ちます。準備、ルール、プレイの詳細は、ホイ 3301.2 を参照してください。ホイ 3301.1、発見経緯。SCP-3301 はサイト管理者ケルダ、ムースの机の上で2017年7月3日にサイト、19で発見されました。SCP-3301 の外装には、財団、の文字が入った銀製の封筒が貼付されていました。中の手紙の内容は以下の通りです。親愛なる SCP 財団へ。自我のある生物は、それが正常であれ異常であれ、人生の中で目的を見出そうとするものだ。やめる者を癒すことに命を懸ける者もいる。壊れた髪を復活させようとする者もいるし、宇宙人での腕の中で星、の間を後悔する者もいる。不自然なものを世界から排除しようとする者もいるし、図書館の中で育てようとする者も、ミームに首ったけな者だっている。あなたたちは異常なものから世界を守り、不思議でユニークなものを分類して、人類が光の中で暮らせるようにしている。我々は人々を笑わせ、皆に幸せになれる理由を、短い時間でもいいから与えようとしている。立場の違いはあるけれども、我々はあなたたちの熱意を尊敬してやまない。間違いなく、あなたたちは我々を何度も救ってきた。だから、我々はあなたたちに恩返しがしたい。あなたたちに笑ってほしいんだ。この箱の中には我々の最高のおもちゃが詰まっている。ジョークも面倒も、策謀もない。
我々の持てるものをすべて結集し、かき集めた情報や魔法のかけらが全部このゲームには入っているんだ。我々がこのゲームを作ったのは、ゲームを通してあなたたちに素晴らしい体験をしてほしいからだ。楽しんでくれることを心から願っているよ。あなたの最高の隣人。ワンダーテインメント博士。追記、あなたたちのために用意したこの作品をあなたたちが楽しんでくれるよう、1ヶ月に一遍はこのゲームで遊んでくれ、そうしなかった場合、ほら。ワンダーテインメント博士はこれを遊ぶことがどうしてもやりたくなるようにする手段を持っているよ。さらに追記、遊んでくれないとインターネット上に財団のデータベースをばらまいちゃうぞ。わかっているよ、小僧たち。お前たちも楽しんでいるといいな。ホイ 3301.2、ゲームの内容。以下の内容は SCP-3301 を適切にプレイすることに関連した情報です。オブジェクトの収容を維持するため、毎月 SCP-3301 による実験が必要です。SCP-3301 を担当する職員は当ゲームのルールとレギュレーションについて一通りの知識が要求されます。前書き。以下の内容は、The Foundation のルールブックから引用された前書きの全文です。ルールブックは川張りの小冊子で、ゲームの名前、制作スタジオ、そして、50周年記念特別版の文字が銀で刻印されています。The Foundation、The Foundation。作、クリオゲンスタジオ S。ワンダーテインメント博士参加。業務に疲れた研究員の皆、ザ・ファウンデーションのゲームにようこそ、硬い意志と強い心を持つ人のためだけのボードゲームだ。だが気をつけろ、危険はあらゆるところに潜んでいるし、汚れた者は夜の闇の中を這い回っている。君には文明と闇の間に立ち塞がるために必要なものを持っているか、それとも、君もこの永遠の混沌に飲まれてしまうのか、時間だけが教えてくれる。ミスター、コレクターか、あるいはミスター、収容を目指せ、選択肢は君のものだ。準備。SCP-3301は2人組からなるチームに8つによってプレイされます。メイン、プレイヤーはそれぞれ盤上で自分の分身としてサブ、プレイヤーを1人選びます。メイン、プレイヤーは各2人組がどちらの駒をゲームボードに置いたかで決定されます。SCP-3301 から現れるゲームボードはゲームのどのバージョンがプレイされるかに応じて様々であり、また無作為に選ばれます。ボード、浮上の地、マリアナ海溝の小玉、ビッグフットの密林、宇宙人で、などなど、ごとでゲームの流れは同じですが、初期状態が異なり、また異なる適正実態が仇役として出現します。実験の結果、少なくとも23種、あるいはそれ以上のゲームボードが存在することが確認されています。ゲームボードを展開し、中央のスロットに銀のカード箱を設置すると、周囲直径約300メートルの空間は劇的な空間変化を起こします。観察者は、効果領域外の観察者の視点が、影響を受けた領域よりもはるかに広い空間の長官図となったかのように、空間がズームアウトするように見えます。この観測された空間は、現在のゲームボードを模倣しながらもより大きなスケールで行われ、ゲームが行われる戦場になります。影響を受けた空間内では、メイン、プレイヤーは戦術のゲームボードの上空に浮遊する水晶水晶の平面に座っている状態になり、サブ、プレイヤーはゲームボード上のスタート位置に移されます。ゲームの開始は一般に音楽と花火と、ゲームの開始を告げるアナウンスによって示されます。ゲーム開始後は、ゲームボードを囲む空間以上どんな物体も通ることが不可能になります。ゲーム内でサブ、プレイヤーが死亡した場合、そのプレイヤーは無傷の状態で空間以上の外部に出現します。メイン、プレイヤーはゲーム終了まで空間内に残留します。ゲーム進行。準備が完了すると、ゲームが開始します。各プレイヤーはボード中央の銀の箱から7枚の初期主札を持ってスタートします。各ターン、そのターンのプレイヤーはカードを1枚引きます。ターン終了時、もしいずれかのプレイヤーが主札を10枚以上持っていたなら、そのプレイヤーはその中から1枚を選び、銀の箱に戻すことで捨てなければなりません。カードには大まかに分けて8種類が存在し、それぞれがゲームに異なる影響を与えます。緑のカード、盤面の環境に影響を与えるカードです。他のプレイヤーに対して使える使用外物から、新たな環境とそこに生息する適正実態の設置や罠、迷路、など様々です。青のカード、同行者カードです。
同行者カードはサブ、プレイヤーに、装備、され、時間が切れるか、同行者が死亡するか、プレイヤーが死亡するまでそのプレイヤーに追従します。同行者はプレイヤーを助けたり、相手プレイヤーを妨害するための様々な能力を持ちます。赤のカード、武器、備品、能力カードです。赤のカードは盤面上のプレイヤーに様々な能力を付与したり、様々な武器や備品を使用できるようにします。各カードにはその能力や武器のステータス、能力、弱点、制限などが記されています。赤のカードはプレイヤーが死亡するか、自身や他のカードによって破棄されるまで保持され続けます。他のカードによって破棄される例としては、赤のカードを、改良、というカードに通すと、元の赤のカードは消失し、他のカードがそのプレイヤーに配られます。加えて、備品カードは、罠や現実病などによって、効果が発揮された場合、その後消費されます。代々のカード、敵対的であるか、未収容であるような異常実態です。これらの異常実態は、盤面上の無作為内地に発生し、プレイヤーの感知範囲に入るまでその存在を知覚できません。一度感知範囲に入ると、それらはその場に代々のカードを出現させます。代々のカードで表される実態は、プレイヤーの装備や勝利条件次第で破壊したり確保したりすることができます。木のカード、ゲームの報酬がどのように分配されるかに影響するカードです。各ゲームの開始時、ゲームボードの上空と、各プレイヤーの上に非実体性の数字が出現します。数字は難易度設定に応じて様々な初期値を取ります。例えば、通常の難易度であれば1万米ドルです。黄色のカードはこの報酬額をゲーム進行に応じてプレイヤー間でやり取りします。死亡したプレイヤーの報酬はゲームボード上空の数字に接収され、再配布を待ちます。黄色のカードと報酬額で示された金額はゲームの勝利条件には影響しませんが、勝利したプレイヤーはゲームの終了時にそれぞれの報酬をアンダーテインメント博士のロゴが刻印された金の延べ棒の形で受け取ります。金はゲームボード中央のカード箱から出現します。白のカード、幸運のカードです。白のカードと、その対である黒のカードは、各ターンの初めにプレイヤーが引くカードに付随して出現することがあります。白と黒のカードは出現するとすぐさま効果を発揮し、一般的にそのターンのプレイヤーに影響を及ぼします。金棒のプレイヤーやボード全体に影響を及ぼすカードも存在します。白のカードは、説明によるとまちまちのようの、幸運、をもたらします。黒のカード、不運のカードです。白のカードよりも出てくることは稀ですが、ゲームに及ぼす影響もより重大です。黒のカードは、対となる白のカード同様、出現するとすぐさま効果を発揮し、使用後消費されます。紫のカード、ワンダーテインメント、カードです。非常に希少語であり、ゲームの結末にランダムな影響を及ぼします。一般的に、紫のカードはゲーム中にワンダーテインメント博士の製品を、その性質や能力が誇張された形で導入します。実際に使用されたカードの例については、ホイ 3301.3 を参照してください。ゲームボードの外側には難易度を設定するためのスライダーが存在しています。このスライダーはゲーム開始前に動かすことができますが、その後ボード内に引っ込みます。設定できる難易度は以下の通りです。ニュートラライズド、すべての実体と器物はぬいぐるみに置き換えられています。存在する実体は他のものにダメージを与えません。BGM は子守歌に変更されています。この難易度には勝利条件が欠如しており、すべてのプレイヤーが眠りに落ちた時点でそのまま終了します。ターン L、実体の与えるダメージが減少し、プレイヤーは、死亡、する代わりに、気絶、します。いくつかの勝利条件は取り除かれています。流血描写は見られず、また最下層の衣服の下にタイツ用のボディースーツが装着されるため裸体の露出も不可能となっています。セーフ、基本の難易度設定です。ユークリッド、実体の与えるダメージが増加し、攻撃への耐性や体力も増大しています。プレイヤーは他のプレイヤーの動作や行動を見ることができなくなります。ケテル、ユークリッドと同じですが、実体の敏捷性が上昇しています。メイクサー、ケテルと同じですが、プレイヤーは無作為の一箇所に重装を打った状態でゲームを開始します。アポリオン、二つの無作為に選ばれた敵対的な超越存在が第4ターンの後に出現します。プレイヤーはゲームを盲目状態で開始する権利を持ちます。ザ・ファウンデーションはチーム VS チームの形式でプレイされます。それぞれのチームは2人組からなり、他の各チームと相争う形式です。
すべてのプレイヤーは自身の属する、収容施設、でゲームを開始します。これはスタート地点でもあり、作戦の拠点にもなります。拠点内には、装備、のためのスペースがいくつかあり、ターンの始めに主殺のカードと交換してサブ、プレイヤーに装備することができます。通常、武器カードのために2つ、備品カードのために3つ、能力カードのために2つ、同行者カードのために1つのスペースが存在します。このスペースに該当カードをプレイすることでサブ、プレイヤーにはそのアイテム、能力、同行者が装備されます。アイテムや能力、同行者が失われた場合、対応するカードは煙のように消失します。また、いくつかのカードは装備スロットの数を増加させます。一例として、カード、でっかいポテト袋、和武器と備品のスロットをそれぞれに、3から4、5に増加させます。各ターンの始めに、メイン、プレイヤーはカードを1枚選び、必要に応じて装備を着脱することができます。その後、メイン、プレイヤーは6面のサイコロを2つ振ります。出た目に応じてサブ、プレイヤーのそのターンの行動半径が決定されます。もしサブ、プレイヤーが射程距離のある能力や武器を装備しているなら、そのプレイヤーは行動範囲の端まで移動してから射程内の目標に対してその装備を行使できます。ゲームの大まかな流れは以上です。メイン、プレイヤーがドローしたカードや、サブ、プレイヤーの行動次第で、どのような結果も生まれます。結末も、プレイヤーの選んだ勝利条件に大きく依存します。勝利条件。プレイヤーが追い求めることができるゲームの勝利条件にはいくつかの種類があります。ゲーム終了を迎えるための条件には例えば以下のものがあります。ミスター、発見、各ゲームボード上にはそれぞれ1つ、金の W マークが目印の隠しアイテムが埋蔵されています。このアイテムは一般的に異常存在や災害的知性、危険なミームや強力な反ミームによって保護されています。プレイヤーは隠しアイテムのありかの手がかりを探し、アイテムの場所を発見し、保護をくぐり抜けて収容施設まで持ち帰ることで、ミスター、発見の勝利条件を満たすことができます。ミスター、収集、この勝利条件は、紫のカードが出現した場合にのみ達成可能です。プレイヤーはワンダーテインメント博士製品を収容し、収容施設に持ち帰ることで、ミスター、収集の勝利条件を満たします。ミスター、皆殺し、プレイヤーは他の対戦相手すべてを直接死亡させることに成功することで、ミスター、皆殺しの勝利条件を満たします。この勝利条件は、ミスター、皆殺しを目論むプレイヤーの手以外によって死亡者が出た場合達成不可能となります。ミスター、週末、プレイヤーは、超越存在、お3体召喚することで、ミスター、週末の勝利条件を満たします。上位存在、霊神様、とっても怒った星、穴の中の少年、ゲート、ガーディアン、ではミスター、週末の勝利条件を満たしません。超越存在、霊鹿神様、人で、大蛇、ウツボ、メアリー、中山、など、を召喚する必要があります。ミスター、連合、プレイヤーがどうにかして全ての異常存在と異常物品を破壊することに成功した場合、そのプレイヤーはミスター、連合の勝利条件を満たします。実際には、勝者が自身で破壊する必要があるのはその総数の過半数で十分です。もちろん、その他の方法で残りの異常存在、異常物品は破壊されている必要があります。ミスター、収容、プレイヤーは盤面上の、代々のカードで示された、異常存在のうち半分以上を収容し、収容施設に持ち帰ることで、ミスター、収容の勝利条件を満たします。ミスター、財団、すべての異常存在と異常物品に加えてすべての対戦相手を収容することに成功したプレイヤーは、ミスター、財団の勝利条件を満たします。この勝利条件を満たしたプレイヤーには、追加の報酬5万米ドルが支払われます。ユークリッド以上の難易度でのみ達成可能です。ミスター、生き残り、いずれかのプレイヤーが生き残った最後のプレイヤーとなり、なおかつ他の勝利条件を満たしていない場合、そのプレイヤーはミスター、生き残りの勝利条件を満たします。これらに加え、ルールによると隠された勝利条件が数多く存在するようです。隠し勝利条件の存在は、ゲームがプレイヤーの予期せぬ行動で突然前触れなしに終了する可能性があることを示します。ルール。ザ・ファウンデーションのゲーム構造は幅広い遊び方と様々なゲームの目的に向けた多彩なアプローチを可能とします。その自由度を支えるためか、列挙されているゲームの規則は非常に少数です。以下が、ルールに記載されている規則の一覧です。
ベルトラインより下への攻撃は禁止。ターゲティングへの罰則は15ヤードとファーストダウン。オバルチンを飲もう。ちょっとだけ、疑う気持ちは止めてきて。このゲームは子供向けじゃない。遊んでいる子供たちはとってもかっこいいぞ。忠誠心は戸口に置いてきて。ワンダーテインメント博士の製品を買ってね。ホイ 3301.3、カード例。以下は SCP-3301 内で用いられるカードの例です。すべてのカードが関連した情報を表示しているわけではありませんが、多くは財団の収容下にある異常存在や財団の職員を参照しているようです。前述したように、この情報漏洩の本格的な規模は現在調査中です。カード内にはいくつかの能力値が記されており、それぞれはプレイヤーの持つ特性に対応しています。能力値は以下の通りです。ATK、攻撃力です。他のプレイヤーや異常実態に与えることのできるダメージに影響します。異常実態は HP が0になるまで収容が不可能であるため、往々にして最も重要であると判断されます。プレイヤーの攻撃力の初期値は 6ATK です。DEF、防御力です。攻撃された時に受けるダメージに影響します。プレイヤーの防御力の初期値は 6DEF です。HP、体力です。死亡するまでに許容されるダメージのように影響します。健康を増進するカード、例えば医薬品であるとか吸血性のカードによって補填することができます。プレイヤーの体力の初期値は 10HP です。SPD、速度です。交戦中の相手とどちらが、どの程度の頻度で先行できるかを決定します。プレイヤーの速度の初期値は 8SPD です。ACC、正確性です。行った攻撃が対象に命中する確率に影響します。プレイヤーの正確性の初期値は 8ACC です。ルールによると、ここに列挙されている能力値の他にも増減しうる能力値が存在するようです。例としては、イーグルメ、ミーム耐性、倫理観などが挙げられます。これらの能力値に影響を与えるカードが存在する一方、実際にその値を測定する唯一の方法は完全な、あるいは限定的な全知性を持つ存在に尋ねることのみです。そのような存在としては例えば、図書館員、が挙げられます。緑のカードの一例。カード名、次元間の暗闇。補題、真っ赤な現実。種別、土地。説明、ランダムな時間の後で近くのものすべてを次元間の暗闇に転送する機械を生成する。次元間の暗闇に送られたプレイヤーは、天竜または、スクラントンの鍵縄、で救出可能。また、ランダムな時間の後で自動的に帰還する。帰還後の姿は、より、潰れたものになる。カード名、バベルの戦闘。補題、人と獣の友好的な同盟。種別、建造物。説明、視界内のあなたの望む人角にバベルの戦闘を生成する。近傍の動物たちはあなたに味方するようになり、タスに ATK を得る。そうでないものはバベルの見栄となる。えいやえいやえいや、ブラッド。カード名、島亀。補題、タイダナ列島。種別、土地。説明、海にいるなら、あなたを乗せて回るための島亀を生成する。いないなら、それでも亀は生成され、水不足で死ぬ。カード名、神、の町。補題、あなたの故郷にもうすぐやってくる。種別、建造物。説明、視界内のあなたの望む一角に呪われた都市を生成する。迷い込んだ対戦相手は高い確率で 15ATK、12DEF を実起これる神聖に攻撃される。カード名、小さいおかしな彫像。補題、コントロール C コントロール V。種別、罠。説明、室内にいるなら、対戦相手が外からの助力なしでは脱出できない無限の迷路を作成する。屋外なら効果は気づかれないが、本当にヤバいと言った時には信じてくれ。カード名、スウェーデンの家具量販店。補題、至って普通。種別、罠。説明、フレンドリーで歓迎的なデパートを生成する。不幸にも開店中に迷い込んだプレイヤーは脱出への道を切り開かなきゃいけない。そもそも脱出できるのなら、だけど。自分だけの指示を持ち込むこと。青のカードの一例。カード名、サイト管理者ケルダ、ムース。
古代、なんで紛れ込んだのかよくわからないや。種別、同行者。説明、SCP サイト、19の管理者、ムースを同行者として召喚する。文字通り、ムース、ヘラジカ。サイト管理者ムースに騎乗している間、ミームと認識災害に対してタス 7DEF を得る。能力値、5ATK、8DEF、9HP。カード名、ウミウシ。古代、品のある紳士。種別、同行者。説明、同行者としてウミウシを一体生成する。大物ライフルを装備している。たくさん喋る。幽霊の執事を呼び出して所要を行わせることができる。もちろん制限はある。一度呼び出すと10ラウンドは使えない。能力値、13ATK、2DEF、4HP。カード名、図書館員。古代、放浪者。種別、同行者。説明、図書館員を1名同行者として召喚する。膨大な数の生物や領域についての知識を持つ。もしかすると相手の主殺も知っているのかも。攻撃された場合、図書館に逃げ帰る。それもそうか。能力値、3ATK、3DEF、6HP。カード名、とてもうるさい鳥。サブタイトル、誰でもいいからあれを止めてくれ。タイプ、同行者。デスクリプション、ひどく不気味な恐怖存在を小さな鳥の体に押しごめた何かを同行者として召喚する。驚くほどうるさい。敵や異常存在をひるませることができ、また同種の異常存在と会話が可能。何らかの手段で保護されていない限り、とてもうるさい鳥の近くで時間を過ごしすぎたプレイヤーは少しずつ正気を失っていく。能力値、8ATK、4DEF、4HP。カード名、サーフ、ロック、バンド。古代、星空クルージング。種別、同行者。説明、幽霊のサーフ、ロック、バンドを同行者として召喚する。クールな夜のミュージックであなたの旅路を彩り、また遭遇するすべてのものに落ち着く影響を与える。人手と交信することができるかもしれない。葉っぱをいっぱい吸ってるだけかもしれない。能力値、5ATK、5DEF、6HP。赤のカード、赤のカードの一例。カルトタイトル、不審人者の槍。サブタイトル、神にとって王は何か？タイプ、武器、遠隔。デスクリプション、神を上妙に落とすために作られた巨大なハープーンガン。宇宙的存在、上位存在、上越存在に対してのみ使用可能。能力値、神に対してタス 20ATK、5SPD、1DEF。カード名、バスターソード。古代、ABFS。種別、武器、近接。説明、巨大な剣。持つのに両手が必要。一振りで人間を真っ二つにできる。隠密性を下げる。上腕の力を増進する。能力値。タス 8ATK、3SPD。カード名、ケイマートの刀。古代、最高品質のチャイナクオリティ。種別、武器、近接。説明、安っぽい剣。ダメージは小さく、攻撃速度に優れる。田舎忍者の定番初期装備。中折れ棒を装備している場合、攻撃力2ボーナス。能力値。タス 1ATK、タス 3SPD、中折れ棒ボーナスタス 1ATK。カード名、一時的な修繕。古代、あと何秒かだけ欲しいあなたのために。種別、能力、一時的。説明、使用者や破本のわずかな成長で強大で深遠なる時間の力を得る。使用者は最大10秒間時を遡ることができる。3回使うと消費される。タイム、パラドックスは含まれない。カード名、人を撃つ銃。古代、人を撃つ。種別、武器、遠隔。説明、非常に強力な、50BMG 弾。どう考えても自分で使いたい代物ではない。敵や、その他そいつの人生の最後の数秒を小さな、素晴らしく高密度な、叫ぶ発射体として過ごしてほしいような奴に贈り物としてあげてしまおう。使用後消費される。能力値。タス 19ATK、タス 5ACC。カード名、ミーム学入門。
補題、初心者向けコース。種別、能力、ミーム。説明、使用者に非常に単純な異常ミームの知識を与える。正しく使えば嫌がらせができる。正しく使わなかった場合、それはそれで嫌がらせかもしれない。カード名、マン博士の拳銃。補題、古き良き一品。種別、武器、遠隔。説明、かの財団博士ヤレット、マンが愛用する拳銃。正確性にボーナス。不死者へのダメージにボーナス。狂気にボーナス。能力値。タス 10ATK、タス 3ACC。カード名、非倫理的ビジネスへの入門、第5版。補題、MC&D 社の教材。種別、能力、ミーム。説明、この本を所持している場合、イークルメ、交渉、販売道、詐術にタス3のボーナス。副作用としては、闇っぽく撫で付けられた髪や安っぽいスーツなど。カード名、無限の銃。補題、恐ろしいもの。種別、武器、遠隔。説明、9人の引き裂け枯れた無垢の魂で縛り付けられた髪でできた銃。即座に対象を滅殺する。対象は盤上のどんな存在でもいいが、どんなものであるかを説明できる必要がある。使用後消費される。能力値、ATK、50道特性。代々のカード、代々のカードの一例。カード名、鹿神様。補題、天から来た存在。種別、異常存在、正体不明、超越存在。説明、天から降ってきて仮面舞踏会を破壊した、いにしえの神秘獣。極めて強力。能力値、34ATK、28DEF、40HP。カード名、彩色の夢ヤギ。補題、風の色をすべて持つヤギ。種別、異常存在、自我、動物。説明、二次色のエーテルヤギ。絶え間ない鳴き声で犠牲者の夢の中を埋め尽くすと言われる。物理攻撃に対して無敵。能力値、2ATK、3DEF、4HP。カード名、神様。補題、自分コンプレックスを抱いている。種別、異常存在、自我、上位存在。説明、ドラマティックなものが好きな老人。何千年もの間サンダル以外を履いたことがない。謙虚さを覚えた方がいい。能力値、15ATK、8DEF、23HP。カード名、ゴーレムたちの群れ。補題、世界で最も可愛い科学。種別、異常存在、自我、構築物。説明、元素でできた小さな人型。悪ふざけに興じることが多い。年に一回団結して強力なアナート、メカを作成すると言われているが、確認はされていない。能力値、5ATK、8DEF、5HP。カード名、とっても怒った星。補題、マジで、本当に、とっても怒ってる。種別、異常存在、自我、宇宙的存在。説明、激怒したプラズマと気体からなるなる球体。特に惑星地球を強く憎んでいる。なぜ怒っているのかは不明だが、あると、クレフがあれに、23.50 の借金を負っていることは確かだ。能力値、24ATK、18DEF、20HP。カード名、腐敗の男。補題、連れ去る者。種別、異常存在、自我、人型。説明、恐ろしい元兵士が生ける悪夢と化した。おそらくゾッとするような目的で子供をさらう。次元間の暗闇の上にある屋根裏部屋に住まう。能力値、9ATK、9DEF、9HP。カード名、激超コーギー。補題、のびのびワンコ。種別、異常存在、自我、動物。説明、非常に長いコーギー犬。公共交通機関として使われる。とってもいい子。能力値、3ATK、5DEF、18HP。カード名、ひねくれた牛の心臓。補題、闇の中で鼓動する。種別、異常存在、自我、生物。説明、速度に取り憑かれた悪魔の化身。恐ろしく、執拗。周りの実体は神的な脅威に対して、2DEF。
能力値、17ATK、5DEF、6HP。カード名、大蛇。補題、知識の源。種別、異常存在、自我、超越存在。説明、アダム、エル、アセムを騙して知識の好みを食べさせ、牢獄から脱した。放浪者の図書館はその背中に建てられたと言われる。すべてを知っていると思う。多分知ってる。能力値、10ATK、35DEF、45HP。カード名ソンブレロをかぶった SCP-173。補題、アイカルンバ。種別、異常存在、構造物。説明、ソンブレロをかぶった彫刻。首を折る人生を諦めダンスを踊る夢を追う。近くの実態は踊りたい衝動を感じるかもしれない。能力値、4ATK、9DEF、8HP。黄色のカード、黄色のカードの一例。カード名、小さな反乱。説明、インサージェンシーのお友達がライバルの一人に向けてクーデターを起こしてくれた。戦利品は勝者のもとに、個人的には受け取ってくれないだろうからね。効果、ランダムなプレイヤー一人の報酬をすべて受け取る。カード名、助成金。説明、学院への貢献が認められ、助成金が授与された。おめでとう、財団に見とがめられる前にさっさと使ってしまおう。効果、300OL。カード名、失われたアステカの金。説明、滅びた文明からたんまりと金を手に入れた。血まみれの金を満喫しよう。効果、300OL。カード名、小取引。説明、あなたはザ・ファクトリーとアンダーテインメント博士の間の交渉を取り持てった。報酬は莫大だ。効果、400OL。カード名、ミスター、お金の華麗なるジャックポット。説明、ミスター、お金はあなたをミスター、お金持ちにしてくれるぞ。効果、5000OL。白のカード。白のカードの一例。カード名、霊薬。説明、あなたは監督者の秘密を入手した。あなたは全回復した。効果、使用した時、使用者のダメージなどの障害をすべて回復する。カード名、安全な道。説明、幸運なことに、まだ危険にさらされていない道を発見した。効果、プレイヤーは危険な環境災害を迂回することができる。カード名、昇進。説明、あなたの努力は確かに認められた。あなたは首席下級研究員に昇格した。効果、プレイヤーは永続的にタス 2ATK とタス 3DEF を得る。カード名、人手の人撫で。説明、宇宙人手があなたを5つの腕の1つで撫で付けた。あなたは力を得た。効果、プレイヤーは3ターンの間タス 10ATK、タス 10DEF、タス 8SPD、タス 10HP を得る。カード名、慈悲の天使。説明、あなたは復活した。効果、プレイヤーがこのカードを所持している間に死亡した場合、そのプレイヤーの体力は最大の半分まで回復する。黒のカード、黒のカードの一例。カード名、死ねばいいのに、具体的にはあいつが。説明、誰かがあなたに恨みを持っている、太陽神ネルガルがあなたをぶん殴る、あいた。効果、プレイヤーは超越存在にパンチされ、死亡する。カード名、収容違反。説明、まずい、収容した異常存在が全部逃げ出した、なんて壊滅的な状況だろう。効果、収容された異常存在はすべてゲームボード上に戻る。カード名、敵か味方か。説明、あなたの同行者があなたを裏切り、自分の目的に向けて動き始めた。効果、プレイヤーの同行者が敵対的になる。カード名、併合。説明、契約は交わされた。財団は消滅した、連合だけが残る。効果、勝利条件からミスター、収容とミスター、財団が消滅する。カード名。説明、運が悪かったな、兄ちゃん。効果、プレイヤーは死亡する。紫のカード、紫のカードの一例。
カルトタイトル、ミスター、ムーン。補題、満ちたり欠けたり。種別、ワンダーテインメント。説明、偉大にして恐ろしいミスター、ムーンだ、定石を歪めたり、マップ上に狼男を召喚したりする、チーズでできてなんかいないぞ、いやもしかするとチーズでできているかも。能力値、19ATK、20DEF、20HP。ホイ 3301.4、SCP-3301 に関する念書。フロム、サイト、19管理者、ゲルダ、ムース。DO-3301 研究班。CC、倫理委員会連絡員、管理者評議会連絡員、分類委員会連絡員。ワンダーテインメント博士がルールブックで示唆している脅威は、以前我々が考えていたようなコケ脅しではないのではないかと、我々は注目しています。昨夜、SCP-3301 を最後に通してプレイしてから一月が経つ日に、SCP-1994 の情報がインターネットのホラーサイトで入手可能になりました。当初は単なる偶然だと考えられていましたが、翌朝 SCP-2300 の情報がニューヨークタイムズの編集部のコメントに投稿されました。これらの情報は現在のものではなくやや古いものでしたが、いずれにせよ許されざる情報漏洩だと言えます。大衆の目に留まる前に情報を撤去することには成功しましたが、あまりにも間一髪でした。真実に、彼らがどうやってこれをやっているのかがわかりません。情報セキュリティ班からはこれがおそらく威嚇弾であろうと放置されました。たやすく探知でき素早く取り除くことができるものの、このまま従わなかった場合追加の措置が取られるだろう、という通告です。セキュリティ班やサイト管理者評議会との協議の結果、おとなしく従ってやることが決定しました。SCP-3301 へのアクセス制限は大幅に撤廃され、オブジェクトクラスはセーフに再分類されます。私たちの知る限りにおいて、このオブジェクトは純粋な善意の正当な発露であり、悪意ある目的はありません。何らかの理由から、ワンダーテインメント博士は我々に楽しいものを提供し、そして我々にそれで遊んでほしいようです。ですので、そうしてやるとしましょう。このオブジェクトに対する我々の接し方は異常物品を慰安目的に用いることへのポリシーの変化を意味しているものではありません。また、ワンダーテインメント博士として知られる要注意団体との接し方が変わったわけでもありません。この新しい手順はこのオブジェクトに対する特別収容プロトコルであり、このオブジェクト専用のものです。ムース。ホイ 3301.5、SCP-3301 の実験、ゲームプレイ記録。財団の正規の実験手順に従い、SCP-3301 の全ての起動状態は分析、保管のために記録されます。以下はテスト記録の正則な形式の例であり、将来の全ての実験記録はこの例に沿って行われるべきです。SCP-3301 の実験、ゲームプレイ記録。記録 ID、3301、1。参加者、アンドユー、リチャーズ博士とエージェント、アンナ、ラング、マイケル、ST クレア博士とアイザック、ベイカー博士、ニコラス、クイーン博士とジャンゴ、ブリッジ博士。エージェント、ジュリアン、カロウェイとエージェント、ジャスパー、ジェンキンス。ゲームボード、エデンの園。勝者、ニコラス、クイーン博士とジャンゴ、ブリッジ博士。勝利条件、ミスター、週末。プレイ時間、3時間14分58秒。報酬、1750。ゲームの概要、初ターンに、ミスター、収容のスーパー掃除機を引き当てたリチャーズ博士は、最初の5ターンのうちにエージェント、ラングは2体の実体の収容に成功させしめ、快調なスタートダッシュを切りました。しかし、クイーン博士の指令を受けたブリッジ博士が洞窟内に隠された宝箱から、生贄のカードを引き当てると、流れが変わり始めました。ブリッジ博士はこの赤のカードを使い、超越存在である、万死の惑星、を代々のカードとして召喚しました。ST クレア博士とエージェント、カロウェイがそれぞれ率いる2チームがこの第1の超越存在からの攻撃をさばいている間に、クイーン博士は2枚目の赤のカード、データベース、エラー、を引き当て、メアリー、中山、を召喚しました。16ターン目の出来事であり、これにより、万死の惑星、との対決で弱っていたエージェント、カロウェイのチームは敗退することになりました。29ターン目にはリチャーズ博士が紫のカード、水、甘々を引き当てました。これによりマップ全体に砂糖のもやがかかりました。
エージェント、ラングはその後の3ターンを見ず、甘々への攻撃に費やし、クイーン博士とブリッジ博士に次の超越存在を召喚される前に紫のカードを収容しようと試みました。この試みはベイカー博士の狙撃によって頓挫し、その後漁夫の利を狙ってベイカー博士が見ず、甘々を攻撃し始めました。その次のターン、クイーン博士は、海洋のカードを引き当てました。これをブリッジ博士が回収していたアイテム、細工箱に使用すると、結果として、天空の細工箱という名のカードが出現しました。クイーン博士がカードを使用すると、3体目の超越存在である、機械仕掛けの神が召喚され、即座にゲームが終了しました。通常通りの花火と音楽による祝福の後、司会者の声がクイーン博士とブリッジ博士がミスター、週末として勝利したことを告げました。ゲームの終了時、クイーン博士とブリッジ博士は報酬である、1750ちょうどの価値があるキムの延べ棒を入手しました。音声記録の天気、抜粋。記録開始。クイーン博士、よし。じゃあ、そうだな、私はジャンゴにこの、時計仕掛けの熱狂、を使おう。ST クレア博士、そやなにするものぞ。クイーン博士、これはだな、機械仕掛けパワーをジャンゴに与えるんだ。少し沈黙、そんな感じだったと思う。ブリッジ博士に、そっちの方では何か変わったか？ブリッジ博士、遠くから、おう、確かにそんな感じだ。体の内側が歯車と滑車で置き換えられたような感じだ。お、少し沈黙、何か腹の内で作られた感じがするな。ちょっと待ってな。少し沈黙、よし、出てきた。クイーン博士、やるじゃないか。カード1枚になったぞ。カードを読む、どうやら、細工箱、と呼ばれるものらしい。能力値があるようには見えないな。何か起きそうか？ブリッジ博士、いや、何も起きそうには思えないな。クイーン博士、そうか。まあいい。今はまだ持っていても大丈夫だろう。記録終了。記録開始。クイーン博士、声を上げて笑う。さあ、聞いて驚け。このカードは、データベース、エラー、と呼ばれるカードだ。コンピューターを見つけて。ブリッジ博士、ちょうど目の前に良さげなコンピューターがあるな。クイーン博士、このカードを使えば超越存在の。エージェント、カロウェイ、おい待てや、ふざけるなよ。エージェント、ジェンキンス、おい、上の方で何が起こってるんだ？クイーン博士、メアリー、中山を召喚できる。それじゃあな、カロウェイ。エージェント、ジェンキンス、おい、ジュリアンこっちの方でいろいろときな臭い感じになってるんだが、上の方では何かあったか？エージェント、カロウェイ、ちょっと待ってな、おいおい、ここは、エージェント、ジェンキンス、で、それで結局。エージェント、ジェンキンスの立っていた場所に幽霊のような存在が現れ、エージェント、ジェンキンス破滅殺される。エージェント、カロウェイ、ガッテム。記録終了。記録開始。ST クレア博士、これでも食らっとけ、ベイカー。遠くの銃声の音。ST クレア博士、よっしゃー。リチャーズ博士、あんな、畜生。今のはなんだ、そしてそれはいつ引いた？先ほど探った時には持っていなかったが。ST クレア博士、ちょうどこのターン、だ、まさに今引き。ベイカー博士、マイク、おい、マイク、俺たち勝てたか？ ST クレア博士、いや、あとちょいだ。あのミスターズに一発くれてやれば、それで終わりさ。クイーン博士、果たして本当にそうかな、マイケル？ ST クレア博士、大勘弁してくれ。また終末論の昆虫賞に頼るってんじゃないだろうな。クイーン博士、残念ながら、私にはもう終末論の昆虫賞しか残っていないからな、刮目せよ。私はこの、細工箱、に、改良、を施し、少し沈黙、出てきたのは天空の細工箱だ、ジャンゴ、そいつを開けてみてくれ。ブリッジ博士、言われずともよ。さあ出てきな、デカ物。背景で金属のすれ合う音が聞こえる。司会者の声、そこまで、ゲーム終了だ、めでたくミスター、死終末となった、ジャンゴ、ブリッジとニコラス、クイーンに拍手。ST クレア博士、
ファッキンクッソー、ニック、あともう一息だったじゃんかよ。